聞いています。57歳。3番の真中。24打数の9安打8打点。コースすると、そんなに連打を食わないと思いますね。低めに抑えられた速い球ですね。はい、そうです。ツーアウトランナー一塁。さっきは近めのカーブを打たれてますね、ライト前に。まあ、それがもう高島君のその一打で入ってきてるわけですね。その辺にその宇都宮学院の打線の上位打線の怖さというのはあると思います。この真中は今日はライト前に1本ヒットを打っています。これが3回目の打席。けれども左のこの星野くんにちょっと走れないような感じですね。そうですね。ランナー走った。はい、うまく回り込みました。盗塁成功。ツーアウトランナー二塁。二塁ランナー岩本。今の盗塁の場面、警戒してなかったですかね。そうですね、ワイドワンですからね、エンドランと見ていたかもしれませんけども、いやいや先制が足りなかったような気がしますね。ですね、そうですね、もうだいたい左バッターというのはあれができますからね、右バッターよりは有利なわけですよね。まあ、その辺は、まあ、十分バッテリーも読んでたと思いますけども、まあ、それを上回るやはりバッティング相手いいんですかね、これが非常にいいということでしょうね。さあ、また怖いバッター、今日2打点を挙げている4番のキャッチャー、キャプテンの高島。伝令が出ました。背番号10をつけた選手、小野が今樋口監督の指示をマウンド上の星野に与えました。今日も当たっている高島、カーブが多いですか。はい、やはりカーブで入ってきてますね。でもワンストライクですから、まあウェーティングを予想してのストライク取りだと思うんですよね。まあ、そこは打ってないですけども非常に危ないですね。4番のキャッチャー、キャプテンの高島、今日2打点。
センター前タイムリーヒットと、それから右中間をスリーベースヒット、角谷から河野に送られてボーサーをスリーアウト。